はい、では今回こちらの低めバランスのアップアレンジをご紹介します。僕のインスタグラムでもすごい大人気だったので、この YouTube でも解説していきます。それではよろしくお願いします。はい、ではまずこういった感じで斜めに7対3ぐらいに分けます。で、7の方を左隅ですね、左端に止めてくるりんぱします。この時穴は最小限にして膨らみを防ぎます。します。そしてここねじれですね、ねじれほぐしていきます。その次表面ですね、ねじれの部分と表面ですね。で、この時にほぐすところとほぐさないところを作ることによって立体感を出します。そして次に3の方ですね、3の方をこういった感じで2つに真ん中で分けます。そして斜め後ろに向かってタイトロープ、綱編み込みですね、こういった感じでしていきます。ルーズにほぐします。ほぐしは徐々に力を抜きながら淡く、外側に行くに従って淡い質感を目指していきます。表と裏両方ほぐしておきます。これでできましたら、こうですね、ここをゴム止めしてこちら側に持っていきます。で、こっち側に持ってきて、このくるりんぱの穴ですね、くるりんぱの穴に通します。こういった感じで通して、こうですね、ここにピン止めします。この時に毛先は折ってピン止めします。ピン止めはしっかり地肌とこの編み込み部分をしっかり通すように、頭の丸みに沿ってまっすぐではなく内側に押し込んでいきます。毛先ですね、残った毛先をタイトロープ、同じくタイトロープします。ここもほぐしてゴム止めします。そして逆側に持っていってピン止めします。で、ピン止めします。ここはタイトロープはすごい三つ編みよりも止まりにくいので、ピンを 2,3 本ぐらい使っても大丈夫です。では次に奥レゲを巻いていきます。奥レゲはゆる巻きの方がベストですので、こういった感じで何箇所かに分けて巻くのがベストです。で、巻いた後すぐほぐすことによって、こういった感じで柔らかい質感になるので、ぜひ試してみてください。仕上がりました。こういった感じでアシンメトリーにヘアアクセをつけても可愛いです。すごいシンプルなプロセスで簡単なんですけど、唯一のポイントはこのタイトロープのピン止めです。ですので、ゴムもしっかりきつめに留めて、ピンも3個か4個ぐらい使っても大丈夫ですので、しっかり留めてください。そこ以外はすごい簡単ですので、ぜひチャレンジしてみてください。以上になります。このようにシンプルなプロセスで可愛くっていうのをコンセプトに動画作りをしています。よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。